G. リンクはオーストラリアクイーンズランド州の都市であるゴールドコーストに存在する路面電車。道路の混雑解消や公共交通機関の利便性向上を目的に2014年に開通し、2020年現在はケオリスダウナーによって列車の運行や施設の保守が行われている。多数の名称を抱えるオーストラリア屈指の観光都市であるゴールドコーストでは 近年人口の増加が著しく2018年の時点で約54万6000人を記録し20年の間に人口が倍増するほどの状況となっていただが2000年代までのゴールドコーストの主要な交通機関は自家用車やバスであり年々幹線道路の混雑は激化し駐車場の確保も困難な状態に陥っていた住民のみならず 観光客の移動にも支障をきたす状態となったことで、ゴールドコーストでは今後の都市の発展の持続可能性も考慮し、ライトレールの導入が検討されるようになり、2009年にクイーンズランド州政府から認可を受けた。計画はいくつかの段階に分けて行われたが、最初の路線となる砂浜に沿って高層ビル群が立ち並ぶ。 サーファーズパラダイスを経由する全長1 3トル、ステージ1については2011年に事項で述べる建設、運用、保守等を担当する企業コンソーシアムゴールドリンクと契約が結ばれた後翌2012年から工事が実施され2013年から2014年には車両の納入も実施された建設に際してはテニスコートなど一部施設の移設 下水道や電力網の移設など多くの経緯を経,緯を経緯ることとなった。そして2014年7月20日に実施された開通式典や無料運転を経て、翌7月21日から本格的な営業運転が開始された。これはオーストラリアにおいて実に一世紀以上ぶりとなる、それまで路面電車が存在しなかった年に新たな路線が開通した事例となった。 ライトレール開通の効果は著しく、開業から2年後の2016年3月までの利用者の総数は約1250万人、1日の平均利用者数も約2万3000人を記録し、ゴールドコーストの公共交通機関の利用者数も23%増加した。これにより、それまで慢性化していたゴールドコーストハイウェイの混雑が21%削減された。 さらにライトレール沿線に並ぶ店舗の買い物客の増加などの効果も現れており、プロジェクトは大成功を収めた。ステージ1に続いて2018年4月に開催されたコモンウェルスゲームズを念頭に北部のゴールドコースト大学病院電停から延伸し、クイーンズランド鉄道のヘレンズベール駅へ接続する全長 7.3km のステージ2の建設が決定した。 2016年4月に CBB コントラクターが設計、建設に関する契約を獲得し、同年から開始された工事は当初の計画よりも早く完了し、2017年12月17日の無料運転を経て、翌12月18日から本格的な営業運転を開始した。コモンウェルスゲームズ開催時には24時間運転を実施し、多数の乗客を輸送した。 閉会後もクイーンズランド鉄道と接続する利便性が評価され G ・リンク全体の利用客数は2018年から2019年にかけて33%も増加しているゴールドリンクはゴールドコーストのライトレールの建設にあたりクイーンズランド州政府との官民パートナーシップに基づきライトレールの設計や建設開業後の運用や保守を行う民間事業者である 設立にあたっては、日本のマルベニも含めた以下の企業による趣旨が実施されたが、このマルベニが有していた株については2019年に MM、MM キャピタルインフラストラクチャーファンド1号へ移管されている。2020年現在、G ・リンクはゴールドコーストに全長2 0 3トル電停数19の路線を有している。 道路から分離された専用軌道では最高速度時速7 0トルでの運転を行う一方、サーハーズパラダイス等に存在する併用軌道では安全対策のため最高速度は時速2 3トルほどに制限される。運転間隔は時間帯によって異なり、午前7時午後7時は平日7.5分、週末は10分間隔である一方、午前5時から7時、 および午後7時から翌日1時台までは15分間隔である。また、ステージ1に当たるゴールドコースト大学病院、ブロードビーチサウス連停館については休日深夜も30分間隔の終夜運転を実施する一方、平日は同一区間を30分間隔で代行バスが運行する。運賃は支払い方法によって異なっており、 紙の乗車券を購入する場合は4.6ドルだが、非接触式 IC カードの Go カードを用いる場合は、ラッシュ時は3.2ドル、それ以外の時間帯は2.7ドルへの値下げが行われる。また、2020年後半以降スマートフォンや非接触式 IC カード機能を搭載したクレジットカードを用いた決済も可能となる。フレキシティ 2G リンクで使用されている車両は、 ゴールドリンクに出資する企業の一つである、ボンバルディアトランスポーテーションが展開する、超低小電車のフレキシティにである。両運転台式の7車体連接車で、小型車輪を用いた車軸付き台車を用いることで、メンテナンスコストや騒音、振動の削減が図られている。また制御装置には、ボンバルディアが開発した、ミトラックが搭載され、消費電力が抑えられている。また、 G、リンク向け車両は車内に車椅子やベビーカー用のフリースペースに加えてサーフボードが設置可能なラックが搭載されているのが特徴である。開業に合わせて14両が導入された後、ステージ2の延伸に合わせて4両が増備されたため、2020年、現在は18両が在籍する。また、ボンバルディアトランスポーテーションは2014年の 開業以降15年間のメンテナンスも担当している。主要所言は以下の通り。G ・リンクには2020年現在、ブロードビーチサウス電停からバーレーヘッツまでの全長 6.4km7 つの電停を設置する延伸計画、ステージ 3A が存在する。建設に際しては、沿線の歩行者、自転車道の整備やバスターミナルの改装も実施されることになっており、 2020年以降に工事を開始し2023年の開通を予定している。また、バーレーヘッズからさらにゴールドコースト空港へ延伸するステージ3バイと計画も存在する。ありがとうございます。